はい、2番タンパク質。はい、タンパク質ね、筋肉、皮膚、内臓などの体を作る材料になります。はい、図8にありましたね。はい、タンパク質、水の次に多いですね。はい、もちろんそうです。筋肉、皮膚、内臓など体を作る材料になるからね。はい、またでんぷんと同じように熱の元になります。タンパク質は肉、魚、牛乳、卵、大豆などに多く含まれています。ね、さっきね、豆類、ね、炭水化物、ね、でんぷんとかが多く含まれるって言いましたけれども、このね、大豆はタンパク質を多く含む豆ということで有名です。だから、別名畑の肉とも言われます、ね。はい、基本的にタンパク質は肉とか魚に多く含まれているから、だから大豆は畑の肉と呼ばれるわけですね。はい、3番脂肪。熱や力のもとになります。まあ、炭水化物と同じような働きですね。脂肪はバター、肉の脂身、卵黄、卵の黄身のことですね。でさっき言った大豆にも含まれます。で、落花生、くるみなどに多く含まれています。ちょっと脂っこいものですね、どっちかというとね、そういうイメージです。で、次ビタミン。体の調子を整えたり成長を助けたりします。水に溶けやすいもの、これがビタミン B1、 ビタミン C ですね。ビタミン C は特に、聞いたことあるんじゃない、一番よく聞くんじゃないかなと思います。と、油に溶けやすいもの、ビタミン A、 ビタミン B、D などがあります。で、ミネラル、海分とも言うんですけども、骨、歯、血液などの成分となり体の成長を助けます。カルシウム、リン、鉄、ナトリウム、カリウムなどがあります。まあ、細かいところはちょっと置いといて、とにかく今絶対覚えてほしい。これね、まず初めのこの炭水化物で、タンパク質、脂肪。まあ、炭水化物は、もうでんぷんと覚えておく。その炭水化物の一番初めの状態がでんぷんですので、このね、でんぷんで覚えましょう。でんぷん、タンパク質、脂肪、この3つで三大栄養素と言います。人間にとって最も重要と言われているこの3つ、三大栄養素。はい、これにビタミンとミネラルを合わせたものが、はい、五大栄養素と言われます。はい、色分けしたから分かると思うんですけど、やっぱりその中でも一番大事になってくるのはこのでんぷん、タンパク質、脂肪、三大栄養素ですね。絶対に覚えてください、この3つ。まあ、できればこの2つもそうなんだけど、しかも順番に覚えてください。でんぷん、タンパク質、脂肪、順番に。その理由は後で分かります。はい、ということで、栄養素とその働きの説明でした。